体から伸びきる。下を狙ってただけ。伸びきんないよね。打ちて。外足浮かせない。しっかりトップ張り付かせる。トップが。頭と腰つってもなかなかイメージはかなかった。頭が外足ちょっと超えていくと。ボールライン方向行くと、もちろん発砲する。はい。もっと外足できたら、もっとグッていっていいぞ。簡単にしてくれたから、足場できるはずだから、簡単に。グッていっていいぞ。またちょっと緩みました。
通っていくけど、叩かなくていい。今でも、隣のレースとか、どんどん出てるので。うむ、立つ。うむ、立つ。うむ、立つ。オッケー。脱いだら脱いだら寒い。そうなんだよ。でも着ると暑いんだよ。ショートポールやってくんだぞ、お前ら上行って。やっぱこう手が上がっちゃうね。ああ、そうでもないか。あるか、スタート。なんかまとまってきたね。ユーザーとか、最初に見ると、簡単なのはいいんだけど、簡単な時なんだけど、簡単だからこそ、ちょっといい練習にして、まっすぐ行きます。で、スペース取って、早めに行く。これじゃあ選抜5番入れねえな。おい、これじゃあ選抜5番入れねえ。こんなに快適に滑れるセットにしてくれてるんだから、もっとどんどん練習してこい。こう来たろ。そうそう、早いな。こう来たらこっちなのね。で、行きながら自分の足を積極的にスッて返して、板が返ってくるの待ってちゃダメ。ふわーっ、27。はい、タラちゃん、スタート。あ、30だった、大丈夫。でもまた GS でもいいかも。じゃあ、そういうことか。ストップだよ、ストップ。ストップ、絶対つくんだよ。行きます。一回一回ね。そう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 。それから足を狭める、くっつける。はい、すぐスタート。大丈夫です。30はもう2分経ったんだから、アイラン進んでるのだからね。了解です。ダウンロードだ。あれ、ダウンロードだ。27。あ、入ってるね。ダメかった。立つまでしっかりやりなさい。直さないよ。いい、うん、簡単なセットにしてくれたんだから、出思い切ってる。直しなさい。最低あれ十分、あれ以上は回さない。いいです。先っちょ入ったらそのままドン。 OK。 それ以上絶対いらない。あの、予想以上、ここ入ったら、予想以上にそこから曲がってくれるから、自分ではいらない。そこでもう入ったら、かかっていけない。そのまま、スンっていく。おい。
はるか、清水はるか、ストップして、ストップして、忘れてたろ、ギュッとん絶対しなさい。浅野はるかってすげえわかんない。それは銅メダル取るわね。あ、ストップ違うか。え、ちょっと変えよう。いいよ、ね、スタンスもそれでいいから今度はしっかり踏む、踏み込む。いい、足に体重をかけて、ギュッギュッ、はい、左ちょっと弱気になってるので、はい、しっかり左の、はい、しっかり当たってきて、ちょっと取ってみよう。あんま変わんないね。もっとタイトにする？いける？いけスルーの前もうちょっといける、うん、それでタイム変わるからとりあえずまだここなんで頑張ってみて。ピンポンだよね。ピンポン。次で直せ。そうなるよな。ターンが遅い。あれもうちょっと踏んでこないで。ただ乗ってるだけで。でも踏んで、いいかもしれない。はい。先生、踏んで。まだある。はい。顔も黒い。ないの？切り返して上げて、早い軸で、オープンと同じように叶える。下の方をすごい上の方ちょっとこうやって上げない結構思い切らないとできないの。下の方でいいか。ただの内藤じゃねえぞ。踏み込んだの。ただの内藤じゃねえぞ。踏み込んだの。もっと踏み込んだの。パンチ下がっていくぞっていう時にガーッて踏み込んだの。もっともっと踏み込んだの。すごいさ、ちょっと筆が立ち始めてる。もっと前、ちょっとずつ押してます。で、ちょっと膝も打って。あ、こういう感じ。大丈夫？今日はいいよ。今日はいいよ。オッケーオッケー。はい。左で踏ん張るんだよ、左ね、左もうちょっと左を踏ん張る、足の上でそっち踏ん張る、そう、真上からもそうだし、ちょっと長い踏むの、まあ、でもちょっと手の上がった踏み込みがだんだん出てきた、もっと長い、また前半から踏みつけるのはあんまりよろしくないんだけど、これ以上速くするにはもうちょっとエッジボムとか自分に痛く強くするから、なるべくゲートの手前からギュンと踏み込むと、次はゲートを越えたところでもう切り替えられる、ゲートを越えたところでいくらになるかもしれない、早く切り替えるのは全然もっと感じる。
ね。